仙台市泉区の赤石南子どもの城で開かれた教室では、ビガール仙台の選手3人が園児およそ50人にバレーボールの楽しさを伝えました。参加した園児の多くは初めてバレーボールを体験し、ネットの向こうにボールを飛ばす方法などを学びました。楽しかった。こうやってさ投げるの楽しかった。楽しかったです。優しかった。子どもたちがすごく純粋に喜んでくれてる顔を見れたっていうのが私もすごく嬉しいなって思いますし、この教室は地元チームのリガーレ仙台を通してバレーボールに親しんでもらおうと企画され、今後も仙台市内を中心に幼稚園や保育所で開催していくということです。